いつもご視聴ありがとうございます。現在の国産コンパクトカーのエンジンには昔からの主流であった自然吸気型のガソリンエンジンと最近流行りのハイブリッドエンジン、そしてダウンサイジングターボエンジンの3種類のエンジンが存在します。本日はその3種類のエンジンに関して良い点と不満な点を挙げながら、どんな人におすすめなのか語っていこうと思いますので、最後までぜひご視聴よろしくお願いいたします。当チャンネルではこういった車関連の動画を日々配信しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは本日の本題に入っていきましょう。まずはじめにコンパクトカー全体としての基本的なメリットとデメリットを5点ずつ簡単にお話しします。コンパクトカーのメリット、1つ目としては小回りが利くことです。コンパクトカーは基本的にセダンやミニバンと比べ全長が短く、最小回転半径も小さいため、市街地など狭い道が多い場所でもサイズが小さいためよく曲がります。コンパクトカーのメリット、2つ目が軽自動車と比べ動力性能に余裕があることです。コンパクトカーは軽自動車と比べ排気量が倍ぐらいあるので、パワーやトルクに余裕があり、街乗りから流れの良い回送路や高速道路とあらゆる場面で使える優れた車となっております。コンパクトカーのメリット、3つ目が燃費を含めた維持費が安いことです。ガソリンエンジンでも排気量は 1500cc 以下で、カタログ燃費も20キロを超えているため、セダンやミニバンと比べ維持費を安く抑えられます。コンパクトカーのメリット、4つ目としては安全装備が充実していることです。昔と比べ車両価格が上がりましたが、その分安全装備が充実しております。コンパクトカーのメリット、5つ目が内外装のデザインが良いことです。コンパクトカーは150万円前後で購入できる車が多いのだが、値段の割にインテリアの質感が高かったりします。続いてコンパクトカーのデメリットについて5点ほど話していきます。コンパクトカーのデメリット、1つ目が車内が狭い車が多いことです。フィットやノート以外の国産コンパクトカーは後部座席を含め狭い印象があります。コンパクトカーのデメリット、2つ目が高速走行が苦手であることです。ホイールベースが短いため直進安定性がセダンに比べ低く、また急なレーンチェンジでは曲がりすぎて危険な場面があります。コンパクトカーのデメリット、3つ目が静粛性が低いことです。コンパクトカーは基本的に遮音性が低く作られており、ロードノイズや風切り音が車内に入りやすくなっております。コンパクトカーのデメリット、4つ目が軽自動車と比べ税金が高いことです。コンパクトカークラスのほとんどが 1500cc クラスに当たるので、年間の税金は3万500円であり、軽自動車の1万800円と比べ約2万円ぐらいの差があります。コンパクトカーのデメリット、5つ目がミッションが CVT の車が多いことです。CVT だと加速にもたつき感があり、エンジン音がうなるような音がするので不快に感じる人もいると思います。以上がコンパクトカー全体としてのメリットとデメリット5選についてでした。前置きが長くなりましたが、まずはハイブリッドエンジンのメリットとデメリットを語っていきます。ハイブリッドエンジンのメリット、1つ目が出だしが俊敏で速いことです。トヨタのアクアやホンダのフィットなどの 1500cc のハイブリッドはエンジンパワーに加えてモーターのアシストが加わるため
出だしから速いです。アクセルの踏み込みに対し全く遅れることなく気持ちの良い加速をします。ハイブリッドエンジンのメリット2つ目が動力性能が高いことです。先ほどの出だしの加速と被る部分ですが、街乗りから高速まで普通のガソリンエンジンと比べかなりパワーやトルクがあるため動力性能に余裕があり、高速走行でも追い越しも楽々行えます。ハイブリッドエンジンのメリット3つ目が燃費がいいことです。カタログ燃費を見てもらえばわかりますが、ガソリンエンジンやターボ車と比べても平均的に3割増しぐらい低燃費です。ハイブリッドエンジンのメリット4つ目が静粛性が高いことです。基本的にハイブリッドエンジンはモーターだけで走行ができるため、エンジン音がほぼ無音で静かに快適に走行できます。ハイブリッドエンジンのメリット5つ目が乗り心地が良いことです。ガソリン車と比べ重量があるため乗り心地が良い車が多いです。続いてハイブリッドエンジンのデメリットに入ります。ハイブリッドエンジンのデメリット1つ目が車両価格が高いことです。ガソリンエンジンと比べ約40万円から50万円ぐらい高い価格となっております。ハイブリッドエンジンのデメリット2つ目が年間走行距離が少ないと元が取れないことです。ガソリン車と比べ約40万円ぐらい高くなっており、燃費はハイブリッドの方が良いが、走行距離の少ない人はガソリン車との差額を詰められることができず、トータル的な維持費はハイブリッドの方が高くなってしまいます。ハイブリッドエンジンのデメリット3つ目がバッテリー交換で費用がかさむことです。ハイブリッドバッテリーの交換時期は大体ですが、走行距離10万キロから15万キロとなっています。もし中古で仮走行のハイブリッド車を買った場合はバッテリー交換費用を頭に入れておかなくてはなりません。ハイブリッドエンジンのデメリット4つ目が加速の伸びがないことです。出だしからモーターのアシストが加わるため、その後の加速の伸びはガソリン車と比べ加速の伸びがありません。以上がハイブリッドエンジンのメリットとデメリットについてでした。続いてガソリンターボエンジンのメリットとデメリットについて語っていきます。ガソリンターボエンジンのメリット1つ目がトルクが太いことです。ハイブリッド車と違い出だしの瞬発力は劣るが、2000回転ぐらいまで回すと急にトルクが太くなり加速が鋭くなります。このトルクの立ち上がりの加速感がやみつきになります。ガソリンターボエンジンのメリット2つ目が燃費がいいことです。普通のノンターボのガソリンエンジンと比べあまりアクセルを踏まなくても加速するため燃費が良くなります。ガソリンターボエンジンのメリット3つ目が排気量の割にパワーがあることです。当たり前ですが、同じ排気量のノンターボのガソリンエンジンと比べてトルクもパワーも上です。大体ですが、1000cc のターボエンジンで 1500cc のノンターボエンジン並みのパワー感があります。ガソリンターボエンジンのデメリット1つ目がエンジンが壊れやすいことです。ターボでエンジンに負担をかけているため、ノンターボのガソリンエンジンと比べ寿命が短くなっております。ガソリンターボエンジンのデメリット2つ目が価格が高いことです。ハイブリッドエンジンと同様でノンターボのガソリンエンジンと比べ価格が高くなっております。ガソリンターボエンジンのデメリット3つ目がハンドリングが悪いことです。
当然ですが、ノンターボのガソリン車と比べ重量が重くなるためハンドリングがだるくなります。以上がガソリンターボエンジンのメリットとデメリットについてでした。続いてガソリンエンジンのメリットとデメリットについて語っていきます。ガソリンエンジンのメリット、一つ目が車両価格が安いことです。ガソリンターボエンジンやハイブリッドエンジンと比べ約40万円ぐらい安く購入することができます。年間走行距離が少ない人にはハイブリッドを買うよりガソリン車を買った方がトータルの維持費を安く抑えられます。またハイブリッド車みたいにバッテリー交換などもないところも大きなメリットです。ガソリンエンジンのメリット、2つ目がそこそこ燃費が良いことです。コンパクトカー全体に言えることですが、セダンやミニバンと比べても燃費が良く、ガソリン車でも燃料代はかなり安く抑えられます。ガソリンエンジンのメリット、3つ目が耐久性が高いことです。自然吸気型エンジンのため耐久性が高く、国産であるため壊れる可能性が低くなっております。ガソリンエンジンのメリット、4つ目が加速の伸びが気持ちいいことです。出だしから徐々に加速力が増すため加速の伸びが気持ちよく感じます。続いてガソリンエンジンのデメリットについて語ります。ガソリンエンジンのデメリット、一つ目が装備が不十分であることです。特に下位グレードはエンジンスタートが鍵式だったり、エアコンがマニュアル式だったりします。ガソリンエンジンのデメリット、2つ目が出だしが遅いことです。ハイブリッドやターボに比べてですが、特に出だしは遅く感じます。ガソリンエンジンのデメリット、3つ目が静粛性が低いことです。ハイブリッドやターボエンジンと比べパワーもトルクもないため、アクセルの踏み込み量が増加しエンジン音がうるさくなります。以上がガソリンエンジンのメリットとデメリットについてでした。簡単に話をまとめると、コンパクトカーのハイブリッド車は出だしの加速の良さと燃費の良さが抜群に良いのが売りであり、年間走行距離が多めな方だとガソリン車との差額があまりなくなり、お買い得な車となっております。ガソリンターボエンジン車は低回転域でのトルクの太さとパワーが売りの車であり、燃費もノンターボエンジン車と比べて良いところが大きなメリットとなります。流れの良い回走路や高速走行が多い人に向いているエンジンだと思います。ガソリンのノンターボエンジン車はとにかく総合的な維持費を最小限に抑えたい人や、エンジンの耐久性も高いので乗り潰す人にはかなりお買い得な車となっております。以上がコンパクトカーの3種類のエンジンのメリットとデメリットについてでした。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは今回のような車関連の動画を日々配信しておりますので、まだチャンネル登録していない人はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして当チャンネルではブログも開設しています。気になる人は動画の概要欄にリンクを貼っていますので見てみてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。